ございます。おはようございます。今回はじゅんちゃん結構練習場に行った時とかに、うん、カメラで人に撮ってもらえない時とかあるじゃん。うん、あるね。あの一人で行く時とかって、うんうんうん、周りの人に撮ってくださいとも言えないし、ね、携帯なんかガシャ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 置いてても、うん、なんて言うんだろう、いい角度で撮れなかったり、あるね。うん、一生懸命こう椅子に置いてね、そうやったりするのね。そう、でも自分の撮りたい位置が撮れてなかったりして、ね、結構ガシャーンで途中で落ちちゃったり、うんうん、あるね。する時に役立つ道具、うん、お新しい、何それ、セルフィーゴルフ。セルフィーゴルフ、セルフで撮れちゃいます。ゴルフ大ですね。はい、でどうやって使うかと言いますと、うん、このなんハサミみたいなクリップが2個ついてます。これをまずこの大きい方開けて、小さい方のクリップをシャフトにつけます。で、なんとこの大きいクリップにじゃん、 iPhone を挟みます。やばくない？できた、できた。で、これをキャリーバッグに挿します。はい、するとですね、もうこうやってね、こういうのとか取っちゃえば、あ、うんちゃん暗い、あ、いい感じ、バッチリ、うん、これだとさ、不安定じゃん、うんうん、なんか中で、うん、なんでこれにさらにこれをつけて、すごい、ね、バッグにねパケッと挟むと安定します。すごいね、すごい、ちゃんと考えられてる。お、いい感じ、きた、うん、してください。はい。お、いい音してる。あ、やっぱ練習しないとダメなの。まあ、こういう風に固定もできるんで、すごく便利。ナイス。はい、こういうね、便利なアイテムも練習場では大活躍するので、うん、そうですね、いいですね。皆さんも練習する際は、うん、動画をたくさん撮ると思うので、うん、こういうのも使ってみてください、はい、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。